ということでね、始めさせていただきたいと思います。今日ね、波動で根本改善する方法ということでね、まあ、タイトルでね、来られる方もいるんですよ。今日はあまりなんて、人気のないタイトルかもしれませんね。波動で、根本改善で、波動というのもね、なかなか最近では治療の中でね、使ってはいるんですけども、まあ、分かりにくいということでね、こういう場で説明させていただいているんです。で、波動というのはね、一言で言うと気の流れのことなんですけども、まあ、このね、波動についてって書いてありますけども、波動というのはね、エネルギーの最小単位、まあ、気の流れのことですね。で、物をね、どんどん小さくしていくと、最終的にはこうね、顕微鏡とかでもね、見えなくて、もう目にも見えない存在になるっていうことを、なんとなく分かっていただけますか。うん、そうなんですね。人間の体もね、組織から細胞からね、分子原子とね、どんどん小っちゃくしていくと、最終的には目に見えないものになってしまうと。で、それが要するにどういう状態かというとね、まあ、こういう状態ですね。要は波を打っている状態、これ波動というんですね。で、これは振動しているんです。振動ですから、波動が伝わるっていうのは、例えばこうやって何かこう振動してたらね、こうやって伝わってくるじゃないですか。そんな感じなんですね。で、音でいうと音叉ってあるじゃないですかね。音叉、こういう音叉、音叉というものをこうやってポンと叩いて近づけると、接触しないのにもかかわらず、こっちの音叉もね、振動しだすでしょ。これなんですよね。これ共鳴というね、まあ、波動が伝わるということですよね。うん、要するにですね、波動というのは波なんで、接触しなくても伝わっていっちゃうんですね。伝わっていっちゃうんです。うん、そういったものなんです。ですから、その波動の良し悪しというものがあって、物には全て波動がある。じゃあ、どうせね、波動があるんだったら、良い波動と悪い波動が2つあったとしたら、良い波動の方がいいんじゃないかというね、そういうことなんですね。例えば、この夢高接骨院にも波動があるし、よその治療院さんとかにも波動があるだろうし、ね、だったら波動のいいもの、もしくは相性みたいなものもあるかもしれませんよね。でも、どうせだったらいいものがいいですよね。ということで、この夢高接骨院ではね、特に波動の良いものというものをね、よりすぐって集めて、皆様にこうね、治療の場としてね、治療しやすいような環境を整えていって、ね、その一つとしてこのアロマ、今炊いてますけども、アロマもそうであったりとか、うん、そういうことなんですね。波動の良い空間を作りたいという、そこなんです。だから、ここ今日も一人おられましたよね。ここ来ただけでもう肩楽になりましたみたいなね、そんな人おられましたよ、今日も。うん、いるんですね。なんで、ここの波動がその人にピタリ合うと、勝手にこう振動しちゃうような感じです、ね、振動すれば筋肉緩むじゃないですか。筋肉緩めば肩楽になりますよね。そんな感じですという波動があるということをね、まずお先に知っておいていただきたいなと思います。で、今日はね、根本改善ということなんで、まあ、根本改善、これ治るということをね、考えたときに、治ると改善は違うというね、ことが言えるんですよ。で、治るというのはここに書いてありますけども、まあ、原因を完全に取り除く、原因が完全になくなること、ね、原因が完全になくなることを治る。で、改善というのは、これね、ウィキペディアで調べたんですけどね、改善というのは悪い状態を改めて良い状態にすることなんです。ですから、改善というのは今の症状よりも少し良くなればそれ改善なんですよ。でも、治るというのは今の症状がもう二度と出ないような状態にするということが、治るなんですよね。うん、そういうことなんです。はい、なので、治ると改善は違うということをね、まずちょっと初めに知っていただきたくてですね、書いてあるんですけども、まあ、治るので、これはね、結核菌ってね、結核って昔はすごい病気だったんですよね。もう死んでしまうような病気だったんですけども、今はね、結核菌のね、を殺すちゃんと薬ができて、結核は治るというふうになりましたよね。うん、とか、傷した時とかね、切り傷もちゃんとね、再生して、元の状態に戻れば、これも治ったっていう感じになりますよね。で、例えば数字で表すと、10のね、状態が0になればこれは治るということでいいんじゃないかなと思うんですね。うん、じゃあ、改善はどうかというと、改善は、まあ、例えば上がらない方が上がるようになった。これ一見治ったように見えるかもしれませんけども、次の日行ったらまた上がらなかったとか、これ分かりますか？もうこんなことないですか？ね、治療終わって、今日すごい楽になった、でも明日またしんどいみたいなね。うん、これってね、治ったんじゃないんですよね。要は改善しただけなんですね。とか、まあ、腰の痛みなんかそうなんですけども、腰の痛みが以前よりは良くなったけどもって、まだ完全には治ってない。まあ、これは改善ですよね。で、数字で言うと、これは例えば10がね、まあ、1でもね、良くなれば改善ですよね。で、10が、
10だとこれ改善じゃないですよね、これは変わってないってことですね、10が9になれば改善だし、10がね、例えば3にでもなればこれはめちゃくちゃ改善したって思うんじゃないですか、もう治ったんじゃないかなって錯覚しちゃうレベルなんですよね。ところがこの3というものがある以上また痛みは出てくる可能性があるということなんです。だったらこれをゼロにした方がいいんじゃないのっていうね、そこが今日のテーマなんですね。ちょっと分かっていただけますか。治ると改善は違うということなんですね、だったら治るの方がいいと思う人いますか。治る改善だったら治るの方がいいじゃんって思う人、そうですよね、大体そうだと思いますじゃあですね、次はね、今日はですね治るについて、例えば治るということを考えたときに、風邪ね、風邪で例えると一番いいと思うんですけども、風邪をひいたとしますね、でこれ風邪をひくときっていうのはウイルスが入ってくるから風邪をひいちゃうわけですよね、じゃあもともとここにはね免疫群というのがいるんです。免疫群というのはね、免疫力というのがあって、でこのウイルスが例えばこんだけしか入ってこなかったと、ね、こんだけしかウイルスが入ってこなかったとという場合はこの免疫がこのウイルスを消す、殺すことができるんで大した風邪はひかない、もしくは風邪はひかないという感じなんですよ。ところがこのウイルスがね、すごく巨大なウイルスがやってきたと、この場合ね免疫君負けちゃうんですよ。この場合に風邪がなかなか治らないとかね、1週間も10日も治らない、1ヶ月も治らないってなっちゃうんですよ。と分かってもらえます？そうするとこれはね治らない、なかなか治らないってなっちゃうんですね、じゃあこれを治すっていう場合どうしたらいいんだろうかってね、これを治すっていう場合どうしたらいいんだろうかっていうと、この免疫ですよね、免疫をこのウイルスの量よりもさらに強大な免疫に変えるしかないんですよ。だから免疫力をつけるしかないんですね、かといってね、これ風邪ひいてた時に免疫力ってなかなかつかないですよね。だから日頃からつけとくしかないんですよね、だから、これを治すってことを考えたらどっちかというと予防ということが一番大事なのかなと思います。日頃から免疫力をつける予防が風邪を治す一番の方法、そんな風にね理解していただけたらいいんじゃないかなと思いますね、これ分かってもらえますか。これが治る方法だと思います。だから風邪全然引かないって人いるじゃないですか、でそういった人はもう風邪をちゃんと克服した治したっていうことなんですよね、すごいじゃないですか、そういうこと、免疫君ばっかりですからそういうこと。じゃあねこれをね、筋肉、体の痛みとかにね置き換えてみたいと思うんですけども、筋肉ここに筋肉があるんですけども、どういうふうに筋肉っていうのはね、痛みを感じる唯一の場所なんですね。筋肉っていうのは人間の体って痛みをすごく感じるとかあるんです、痛みを感じると思うんですけども、ほとんど筋肉なんですよ、筋肉が痛いって感じるんです。でどういう時に痛いって感じるかというと、例えばこんだけ硬くなったら痛いですよっていうのがあるんです。そういうレベルが、こんだけ筋肉の中でこんだけの量が硬くなったら痛いですよってあるんですね、日頃はこんだけじゃなくて、日頃はね、こんだけしか硬いところはなかったとします。人間の体結構どこでも硬いですからね、ちょっと力こぶを作ってみてください。これこう硬いでしょ、で硬いところを力こぶできますか。できないでちょっと押してみてくださいよ、力こぶを。これ痛くないですか、力こぶを押すと。痛いでしょ。じゃあ反対側のここ押してみて、痛いですか。痛くないでしょ。だから柔らかいところは痛くないんですよ、硬いところは痛いんですよ。わかります。ってことは筋肉もね、ある程度硬くなると痛い、筋肉がある程度硬くなると痛いんです。だから日頃の筋肉がこんだけだったとして、日頃の硬い筋肉がこんだけだとして、ここまで、これちょっと意味わかりますかね、このこんだけね、こんだけの量硬くなったら痛いんですよ。だったらこんだけの量硬くなってもいいようにするにはどうしたらいいか。この元からある硬い筋肉を完全になくしとけば、例えばね、こんだけ、こんだけ硬くなったとしても、ここに到達しないじゃないですか。だから痛くないというね。なんか分かったような分かんないような、ちょっとすごく下手な絵をね、描きましたけど。ちょっともう一回描こうかな。ノートにはね、ちゃんと書いてあるんですけどね。ノートには縦書きで書いてあったんで、横書きにしたら全然分かんなくなっちゃったんですね。
こんだけ元から硬い筋肉があったとします。でこの筋肉がここまでね硬くなったら痛いということがあるんですよ、うんね、じゃあこんだけの量ね硬くなったら痛いわけだから、ここをねちっちゃくしとけばいいわけですよ。もしくはなくしとけばいいわけですよ、ここをね、この硬いところを。そうすればここからこんだけ硬くなったとしてもここまでいかないんで痛くないという、この説明の方が分かりやすいですか？だから力こぶもここまでしてこう押すから痛いんですよね。だから元から力こぶの筋肉を柔らかくしてもうこっちの状態にしておいたらこうなったとしても痛くないっていう、そういうことですね、うん、だからね、ここで痛みの原因が筋肉の凝り、ね、筋肉が硬いから痛いってことだったら、その硬い筋肉をなくしとくっていうね、それが最大の、治す治療ということになるんですよ、うん、分かりますか？ですから、この夢高接骨院でもね、一生懸命治療させていただいてますけども、筋肉を柔らかくすることに、すごく集中してやってます。で、どうやったらこの筋肉が柔らかくなるかといったら、やっぱ血液を回すしかないんですよね。うん、血液がここに回ってくれば筋肉が柔らかくなるんですよ、うん。で、筋肉が柔らかくなれば、筋肉の先には必ずね、この骨があるんです、骨が。筋肉が硬くなると縮みます。ということは骨が引っ張られます。これでずれちゃうんですよね。ですから筋肉が柔らかくなれば骨が戻ってずれが治る、そういう仕組みです、はい、ということでね、まあ、風邪の場合だったら免疫力を大きくして治すというね、で筋肉のこういう体の痛みであれば、硬い筋肉をなるべく小さくして、極力小さくして、できればなくして治すというね、そういうことですね。で、実際に今日は波動で治すということなんで、波動で根本改善する方法をね、3つだけちょっとね、ご紹介します。これはね、1つ目として五感を活性化する、ね。五感というのは目、鼻、口、耳、皮膚ですね。で、目に関しては、目薬をね、一生懸命していただければいいと思うんですけども、まあ、波動の良い目薬というと、うちでお勧めしているのは子供用の目薬ですよね。うん、をお勧めしています。子供用の、まあね、目薬です。で、目、鼻はね、まあ、今アロマ炊いてますけども、さあアロマね、まあ、今炊いてるのはユーカリラベンダーですよね、そういった、まあ、アロマを使うとか、目、鼻、口、口はね実は口から入ってここに来るんで、実は龍角散とかね、うん、そういったものを舐めたりとか、口、目、鼻、口、耳、耳はね、音、今はちょっと音楽鳴らしてきますけどね、あとのリラクゼーションで、リラクゼーションの話しなかったですね。後でリラクゼーションしますんでね。まあ、リラクゼーションの時に音楽、まあ、いい音楽を聴くということですね。耳は、目、鼻、口、耳、皮膚。皮膚は、あ、もう次のことになりますけど、手こすりですよね。まあ、皮膚と皮膚を合わせる。まあ、どこでもいいんですよ。うん、皮膚を刺するというね。あ、これ兄さん出ちゃいましたね。そういうことなんです。はい。で、要するに皮膚に刺激を与えるということです。ね、で、2番目として手こすり。これね、ちょっと手こすりをしてみてくださいね。これ後でまたやってまいりますけども、まあ、手をこすると、よくね、指をほら使うと脳が働くとか頭が働くとか言うとね、ボケないとか言うと言いますよね、うん、まあ、そんなような感覚で捉えてもらったらいいと思うんですけども、まあ、手の真ん中に老朽というツボがあります。ここをね、一生懸命刺激していただくと気がわかるというね、まあ、後で波動というのがわかると思うんですけど、この真ん中ね、この真ん中を一生懸命こすようになってもらって、まあ、指先までこすってもらってもいいです。こうやってこすっていただきます。まあ、今ね、何も感じないかもしれないですけどね、まあ、そうやって手をこするということをね、まあ、一応ね、手こすりを、まあ、目標としてはね、1日1000回こするといいですよということを言ったりしてます。まあ、1000回、まあ、修行だと思ってやってみてください、ね、でこんなんしてやっちゃうと疲れちゃうんでね、下の方で一生懸命こすってみてください、ね、さっきかと言ってここですか、うん、あ、ここ、そうここ、まあ、指先までこすりますよ、ね、で最後はさするということで、これさするはね、ここにちょっと新聞、ある新聞記事を、載せさせてもらいましたけども、ちょっとちっちゃくて読めないかもしれないですね、これね。まあ、なんとか駆使して読んでみてください。これね、まあ、ある実験というか、まあ、データから、ね、学会発表されたものなんですけども、まあ、打撲した時とかね、痛む場所をさすると、治りが早かったというね、そういうデータが出てます。ですから痛みはね、さすると効果ありって書いてありますけども、痛いところはとにかくさすっていただくといいんですよ、うん、痛いところはね、さする。ですから手こすりの延長で痛かったらこうどんどんさすっていただければ、うん、いいですね。そういった感じです。で、まあ、根本改善する方法ということなんで、まあ、本当はね、もう一つ言いたいことはあるんですけども、とりあえず波動でって考えたらこんな感じなんですよね。
要するにね、継続することなんですね、うん、継続して免疫力を高めていく、まあ、そんな感じなんです。要するに病気をしない、怪我をしない、痛みを出さない体を作るということが、まあ、根本改善につながっていくというね、そんな感じです。はい、よろしいでしょうかね。